ラピス365プラスの毛髪構造復元師田村です。今回の復元動画第1回目では日々のダメージとは何かについての動画を上げさせていただきます。ではご覧ください。はい、ではまず髪の毛の表面にあるキューティクルからご説明させていただきます。髪の毛の表面にはこういった形でキューティクルという鱗状のものが存在しております。このキューティクルは髪の毛の中の栄養分を守ってくれているんですけれども、この栄養分がもしキューティクルが剥がれて外に出てしまった場合、皆さんはどうなると思いますか？わかりません。キューティクルが剥がれてしまうと守っていたものがなくなるので、中身の栄養分などが全部流れ出てしまいます。全部流れ出た場合、髪の毛の中身はもうスカスカの状態です。そうするとキューティクルも荒れてスカスカの状態の髪の毛は枝毛や切れ毛の原因になったり、ツヤがなくなり手触りが悪くなってしまいます。ではどうしたらこういったダメージのかかった状態になるのか、こちらの方もまたご説明させていただきます。はい、ではまず熱のダメージからご説明させていただきます。お風呂上がりに皆さんドライヤーで乾かすことも多いと思うんですけれども、ドライヤーの吹き出し口、通常のドライヤーだとだいたい120度あると言われています。じゃあ髪に当てた時はどうでしょうか？結構暑いですよね。髪に当たる温度は60度から80度以上の熱が加わると言われてるんですけれども、髪の毛が耐えられる温度は60度までなんです。60度以上の熱を与えてしまうと髪の毛の中身、こちらにあるんですが、主なものがタンパク質なんですね。タンパク質ということは卵と一緒です。卵も火を通すとゆで卵になって固くなると思うんですが、髪の毛でも中で同じようなことが起こっていると思っていただいたらいいかと思います。これはドライヤーだけじゃなくてヘアアイロンやコテ、毎日巻く方もいらっしゃると思うんですが、髪の毛が固くなったなっていうことあると思うんですよ。それはこういったことが中で起こっているので髪の毛が固まってしまって、硬さや手触りの悪さを感じてしまっているということになります。はい、では次行きましょう。はい、次は摩擦によるダメージです。ここにはブラッシングとありますが、シャンプーも一緒ですね。無理やりブラッシングをしてしまったり、ゴシゴシシャンプーをすることによってここにある摩擦や引っ張ってしまっていることになるんですが、そうすると先ほど説明したキューティクルがどんどん剥がれていってしまいます。そのまま無理やりブラッシングを続けてしまうと中の栄養分がどんどん外に出てしまいますね。流れ出した栄養分は一瞬キラキラ光るのでツヤが出ていい毛並みになったって思う方が多いんですけれども、実はそれは中の栄養分がどん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 出てしまっている証拠なんです。なのでシャンプーもブラッシングもできるだけ優しくしてあげることや、ブラッシングの場合は目の洗いコームなどを使ってゆっくりと溶いてあげると負荷が抑えられるかと思いますのでやってみてください。その他紫外線でのダメージやシャンプーやスタイリング剤の流し残しによるダメージも日々のダメージにつながります。こういったダメージヘアや日々のお悩みを解決するもの、それが復元ケアです。次回、復元ケアとは何かをご説明させていただきますのでお楽しみに。